皆さんこんにちは、岩本恵美香です。さあ始まりました、ペット図鑑。大好きなペットと暮らしたい、そんな皆さんの参考にしてもらえるよう、私がいろいろなペットを調査紹介していきます。それでは早速行ってみましょう。どんなペットがいるかな。今回もお邪魔したのは静岡市駿河区にあるズースクエア静岡。広い店内にはワンちゃん猫ちゃんのほか、小動物や爬虫類などおよそ500種類の生き物を扱っています。ズースクエア静岡の公式インスタグラムでは入荷やイベント情報をお届け。フォローして最新の情報をチェックしてね。ここからはズースクエア静岡の小野寺さんにお話を伺います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、さあアクアコーナーにやってきましたが、はい、そうですね、今日は何を。今日はですね、はい、まあ、結構耳にしたことはね、うん、あるかなと思うんですけど、電気ナマズという魚を紹介したいと思います。はい、聞いたことあります。まあ見ての通り結構ゆるい雰囲気なんですよ。そうですね、お顔がなんか口ポカンってして、そうそうそう、目がつぶらで、はい、かわいい、とても可愛らしいんですけども、はい、まあ、この人もですね400ボルトぐらいの電気を放出できるっていう、まあ、いまいち400ボルトって言われてもパッとしないんですが、はい、まあ、ただあんまりやっぱり人間の、ね、手が触れたりするとやっぱ怖いですよね、うん、っていうところで、まあ、このゆるさとちょっとその危険さみたいなところを兼ね備えた、はい、まあ、電気ナマズをねちょっと紹介していきたいなと思ってますけど、うん、なるほど、はい、ギャップに魅力があるお魚ですね。そうですね、はい、はい、では早速ですが基本的な飼い方を教えていただけますか。はい、はい、この電気ナマズなんですけども、まあ、大きさ的にはね、まあ、50から60センチぐらいになると言われてて、まあ、今まだ比べると小さいですよね、うん、なのでやっぱそれなりの水槽、まあ、大体60センチ水槽ぐらいから始められるのが一番おすすめかと思うんですけども、はい、まあ、まずはね水槽をご用意していただくという形、はい、でここの砂利がね今敷いてあると思うんですけども、うん、ナマズとかねウナギっていうのはやっぱり下の方にいる魚なもんですから、はい、まあ、やはりこういった砂利があると落ち着くかなと思うんで、まあ、おすすめはこういったオイソズナとか砂利をね敷いていただけるといいかなと思いますね。はい、はい、ありがとうございます。では今あの買うにあたって必要なものをいくつか挙げていただきましたが、はい、その他に何かありますか。はい、そうですね、やはりあの電気ナマズもですね熱帯魚には入るんですよ。はい、なのでいつも通りのヒーターっていうところで、まあ、ご用意いただきたいんですけども、まあ、今回もですね、まあ、以前のすっぽもどきに紹介したようにサーモスタット付きのヒーターがいいかなと思ってまして、はい、まあ、ちょっとね病気にかかったりもするんですね。なるほど、かかることもあるので、あの水温をちょっと高めに保っておいて、あらかじめその病気の予防をねしてもらいたいんですね。あとはですね肉食魚なもんですから、はい、やっぱりよく食べてねよく糞をするんですよ、うんうんうん、なのでフィルターっていうところもしっかり備えておきたいんですね。やはりメインのフィルターがあって、こういう投げ込み式フィルターもあると、まあ、より水の持ちは良くなるかなと思いますね。はい、はい、ありがとうございます。あとはあの先ほどちらっと肉食なんて言ってましたけど、はいはい、餌は何をあげればいいんですか。餌はですね、まあ、池餌もね本当メダカとかも食べるとは思うんですが、今当店のこのナマズはですね人工飼料を食べているんですよ。へー、はい、ちなみにですが、はいはい、今私ここであげれたりしますか。はい、ぜひやってみましょう。わー、まあ、結構食べるみたいなんで、はい、まあ、ちょっと一つのにわわっとあげてもらいたくて、うん、はい、結構食べるんで、はい、一つまみもう結構ガッと持ってバッて入れてもらえる。ガッと持って、はい、ではガッと持ちました。はい、そんな感じで口元に、口元このあたりですかね、はい、いきます。はい、パラパラパラ、あ、ちょっと離れちゃったかな。さあどうか、あ、ちょっと開けた。あ、え、食べるの早い、すごい、口で吸い込んで食べる感じなんですね。そうですね。土管から出てきて全貌が見えました。こういう体してたんですね。そうなんですよ、結構ポチャポチャしててしてますね、よく餌も食べるんで、うん、まあ、これがねやっぱ可愛いんですよね。可愛いです。あとちょっとかな体くねらせた時に、はい、ちょっと皮膚のところにしわ寄るんですよね。そうなんですよ、可愛い、まあ、ちゃんとこれあの餌を食べてて、はい、この砂利もね吸い込んじゃうんですけど、しっかり吐き出すんですよ砂利はね。賢いですね、そこら辺もやっぱしっかり分かってるんで。いやこれだけ緩い顔しながら、そうなんですよしっかりしてますね。はい、すごい、電気ナマズってなんだろう、勝手にちょっと怖いかもみたいなの思ってたのに、そうなんですよね、
意外と可愛い。いや、そうなんですよ、はい。まあ、やはり電気ってついてしまうと、うん、やっぱ危険じゃねえのかなっていうのがやっぱ先行しますが、はい、まあ、しっかりこうやってねお話をしながらまあ見てみると、うん、まあ、意外と可愛かったりとかするので、うん、結構ね入ってこないというところも含めておすすめな魚ですね。いや、貴重な体験をさせていただきました。いやいや、ありがとうございます。はい、それでは最後に電気ナマズを飼うにあたっての注意点をお願いします。はい、電気ナマズなんですけども、やはりね電気ってつくところでやっぱ驚いたりすると、まあ、電気を発することもありますので、まあ、やはりですね水替えとか水槽掃除の際はねゴム手袋とかをですねして、まあ、電気を通さないようにしてもらうというところがまず一つと、まあ、意外とねあのびっくりして暴れてピョンって飛び出てることもあるので、まあ、蓋はねしっかり閉めていただいて、まあ、長いことね寿命も長いんですよ。へー、はい、なのでその寿命を全うできるように飼育してあげるとあのすごく楽しめるんじゃないかなと思いますね。はい、はい、ありがとうございます。はい、では皆さんも様々な注意点に気をつけて大切に買ってあげてください。小野寺さん、はい、ありがとうございました。はい、それでは本日のワンポイント、本日ご紹介するのはこちらバットありますけども、ヒュドラのアタッチメッシュという商品ですね。まあ、こちらの商品一言で言うとガラス水槽が爬虫類ケージに早変わりといった商品でございます。こちらの商品はただ載せるだけではございません。こちらですねロックの機能もあるので生体が上に上がってきてもこれが浮くことがないということですね。さらにはですねヒーター等を使うと思うんですが、まあ、中に入れたコードをここから出せる穴がついていたりだとか、これメッシュ製なもんですから溶ける心配もないというところですね。これからですねガラス水槽を使って爬虫類を飼いたい、あとハリネズミやエキゾチックアニマルですね飼いたいというお客様に大変おすすめ商品となっておりますので、ぜひ店頭でご確認ください。以上本日のワンポイントでした。今回は電気ナマズをご紹介しましたが、いかがでしたか？いや、私も初めて間近で見たんですが、こんなに愛らしいお顔、体してるとは思いませんでした。皆さんもぜひお店に足を運んで電気ナマズ見てみてはいかがでしょうか。それでは次回もお楽しみに。